て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。今回は仮面ライダーカブトにおける、最強フォームについての動画となります。あれ？中間フォームの解説やったっけ？カブトは中間フォームがなく、最強フォームだけなんですよね。マスクドフォームとライダーフォーム以外はフォームチェンジもないし、珍しいタイプだぜ。登場するライダーが多いのも原因かもしれませんね。さて、そんなカブトの最強フォームは、こちらのハイパージェクターを使って変身する、ハイパーキャストオフ、チェンジ、ハイパービートル。でおなじみの仮面ライダーカブト、ハイパーフォームです。基本の形状はそのままに、ちょっと装甲が追加された感じだぜ。あとは頭部のカブトホーンが巨大化していますね。本当だ、顔より大きくなっているぜ。全身に装着された装甲、カブテクターはヒーローの鐘の2倍の強度を誇る未知の強金属、ヒーローの大金で構成されています。防御力が2倍になったのか。そして、ハイパーフォームの特徴は何といっても、クロックアップを超えたハイパークロックアップを行えるようになった点ですね。ハイパークロックアップ？さらに高速で動けるのか？はい、クロックアップしている相手すらも、スローモーションで動いてるかのような状態になるほか、飛行能力を得ることができます。アーマーが展開してかっこいいんだぜ。さらにハイパークロックアップは高速移動だけでなく、時間すら超越し過去や未来に行き来することが可能です。え？仮面ライダー単体でタイムワープができちゃうのか？劇中では十数秒前から数日前くらいの過去に戻ったりしていますね。タイムワークって言ってもさすがにその程度か。いえ、劇場版では超巨大隕石ごと7年前にワークしているので、少なくとも数年単位の時間旅行はできるみたいですね。自分だけじゃなくて、周囲の物体まで巻き込んでタイムワープできちゃうのか。ワームの攻撃で命を落とした鏡を救うため、この能力を使い過去に戻りワームを倒すことで、未来を改変したこともあります。ハイパーフォームがいなかったら、鏡は死んでたのか。この鏡の死に様は一部界隈では有名になっており、いわゆる運命脳ってやつですね。運命脳？確かに予想変換で出るくらいには有名っぽいぜ。カブトの後期挿入歌の通称でもあり、曲名はロード・オブ・ザ・スピードで、鏡役の佐藤祐樹さんが歌われているんですよね。へぇ、役者さんが挿入歌を歌ってるのか。はい、それで鏡が爆死したタイミングで流れていた歌詞が運命のゲートの部分だったので、そういう通称になりました。実は鏡を倒したワームはラスボスでも中ボスでもなんでもない、中ボスの側近くらいの立ち位置のワームだったんですよね。え、そんなに強いワームじゃなかったのか。そうですね、ハイパークロックアップの能力を見せるために爆死したという印象が強く、そういう部分がネタにされていますね。せめてちょっと前くらいから倒されるような強敵を用意してほしかったぜ。まあ、このロード・オブ・ザ・スピードの初披露は1話前に済ませているので、曲のお披露目と同時に歌ってる人が爆死という事態は避けられましたので、初披露のタイミングで爆死してたら、さらに伝説になっていただろうぜ。必殺技はハイパーライダーキック、ハイパージェクターのジェクターホーンを倒すことで、マキシマムライダーパワーが解放され、右足にエネルギーが集中します。その後、通常のライダーキックと同様にカブトジェクターのボタンを押し、ホーンを操作することで発動します。タキオン粒子が右足に収束、一度飛翔してから、相手に突撃または急降下し、凄まじいパワーをまとったキックで対象を粉砕します。シンプルだけどかっこいいキックなんだぜ。さて、このハイパージェクターはジェクトが秘密兵器として開発したカブトムシ型の秘密メカです。まあ、基本的にカブトの世界ではゼクトが全部アイテム作ってるよな。最初に開発された個体は、ワーム、ゼクト、カブト陣営による三つどもえの争奪戦になった末、ワームやカブトに渡すくらいならと爆破されました。敵の手に渡るくらいなら壊した方がメリットがあるか。この時、カブト、お前の未来を壊してやったぞと煽られたことにより、天道はハイパージェクターには時間移動能力があることに感づきました。察しが良すぎるだろ。実は数話前から、未来から来たであろうハイパーフォームがちょくちょく天道たちの前に姿を現していたので、そういう考えになったんですよ。
過去に飛んで自分の存在をアピールしてたのか。そこで天道は未来から自分の元へハイパーゼクターを呼び寄せ、見事ハイパーフォームに変身することができました。なるほど、未来からハイパーフォームが来てるってことは未来にはハイパーゼクターが再び作られてるってことか。はい、さらに本編とパラレルな設定のハイパーバトル DVD では、ハイパーゼクターを2体呼び寄せることで、なんとガタックもハイパーフォームへと変身しました。何？ガタックもハイパーフォームになれるのか？あくまでパラレルワールドのお話ですけどね。この DVD ではカブトゼクターやガタックゼクターが普通に喋ったりして結構面白かったので、TTFC で見れないのが惜しいです。それは残念だぜ。ガタックの追加装甲は胸部のガタックプロテクターのみですが、兜と同じく黄色の大金でできていて2倍の強度です。また、ハイパークロックアップ時はプロテクターが解放され、兜と同様に飛翔することが可能です。兜と比べると展開される箇所が少なめだぜ。さて、これらのハイパーフォームには専用の武器、パーフェクトゼクターが存在します。前に動画で最強武器5000とかやってた時に紹介してたやつだな。そうですね、内容が重複しますがそこはご勘弁を。パーフェクトゼクターは単体でも強力な銃撃や斬撃を繰り出すことが可能な武器ですが、一番の特徴はゼクターの強制徴収能力ですね。確か、視覚者が変身していても変身解除してパーフェクトゼクターに装着させられるんだったぜ。その特徴から虫捕り棒なんて言われたりもしますね。ドレイクゼクターをガンモードで使用した場合は、ハイパーシューティングが発動します。露骨に分散して敵を自動追尾する砲弾を射出します。本家のライダーシューティングと違って、追尾弾になるんだな。サソードゼクターをソードモードで使用した場合は、ハイパースラッシュが発動します。高濃度のポイズンブラッドを帯びた格子を展開して、敵を切断します。これは本家とほとんど同じっぽいぜ。ザビーゼクターをソードモードで使用した場合は、ハイパースティングが発動します。黄色い槍状に滝音粒子を展開させて敵を貫きます。こうしてみると、各ライダーの必殺技をベースにしてるんだな。はい、一応別のモードの必殺技として、ハイパーキャノン、レーザー、アックス、ウェーブなどが設定上は存在しますが、劇中では使われていません。さすがに全種類を使う余裕はなかったか。そして、パーフェクトゼクター最大の必殺技がマキシマムハイパータイフーンと、マキシマムハイパーサイクロン。すべてのゼクターの力を集め、巨大な剣を作って一撃で敵を溶断するのがマキシマムハイパータイフーンです。確か、マキシマムハイパーサイクロンの方はかなり迷惑な技だった覚えがあるぜ。はい、一説では射程範囲が 100km にも及ぶと言われていますね。射程長すぎるぜ。反動も凄まじく、ハイパークロックアップをしても数メートル後ずさりするほどです。威力も高すぎるんだぜ。ただ、サナギ隊のワームは殲滅できたものの、カシスワームは倒せてないんですよね。雑魚の殲滅にはもってこいの技なのかな。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。